いつもこいつもバカで話になんねんだと、みんな口を揃えてこう言うんだ。白ひげの息子たちは白ひげ海賊団だけだって。ガータン、ガータン、おで、白ひげの息子だよな、しげしろいし。そうだよ、あんた、白ひげ海賊団はただの家族ごっこさ。世界最強の海賊白ひげの血を引いた実の息子はお前だけなんだよ。それで私は白ひげが愛した女。しっかり押し、この私の宝物。いてえよ、母たん。これをご覧。え、鏡か。違うよ、白ひげの写真だよ。なんだ、鏡かと思ったどん。こんなに似てて親子じゃねえわけねえだろ、バカだね、まったくこの子は。母たん、ごめんよ。だが、許すよ。Because I love you! 母たん！さあ、行くよ！あんたのやるべきことを言ってこらん！忘れた。不死鳥マルコをはじめとする白ひげ海賊団の残党ども探し出すのさ、そしてぶっ取るんだよ。あんたの父ニューゲートが残したはずの莫大な遺産は、奴の実子のお前こそが正当な相続人だ。ほうか、ほうか。おうだ。でも俺はやっぱし仇を討つぞ。トータンを殺した黒重を俺はぶっ殺してやるんだぞ。絶対に許さねえんだぞ。バカだね、仇討ちなんて流行らないよ。1ベリーの得にもなりゃしない。金だ金、遺産を相続するんだよ。そうだね、カータン。どうしたんだ、カータン。ドフラミンゴがやられたよ。またあいつだ、ガープの孫だね。頂上戦争じゃマルコたちが奴を守ったって噂も。じゃあマルコのこと知ってるかもしれねえ、締めに行く。